はい、皆様よっす。本日は大狂乱と10連。まずは大狂乱の方からやっていくぜ。本日のメンバーはこちら。はい、以前挑戦して負けた大狂乱のキモネコ、ムキフェスにリベンジ。このステージは相手の波動で壁は瞬殺されちゃうので、壁ゼロ編成。上の段はニャンコンボ、攻撃力小アップ ×2 だぜ。そして波動の効果3体。さあ、今回こそクリアなるか。じゃあ主たちは後ろに。はい、まずはお金貯めてトゲちゃん出すとこまで早送りで。このステージはボスのムキネコちゃんがどんどん出てくるので、一体一体をどれだけスピーディーに処理できるかがポイント。そのための攻撃力アップニャンコンボだぜ。なのでこの2体は生産はしません。おし、ここから一気に攻めていくぞ。トゲちゃんに前田さん、両方波動無効化。でもこの2体出したのでお金出すっからかん。早くムキネコちゃん倒してお金貯めないと。そしたらレベル40ガオさん生産だぜ。うん、やはり波動無効化ないキャラはどんどん倒されるな。しかも意外に1体目倒すのに時間かかってるぞ。今回もちょっとまずいかも。お、ニャンコホーナイス、雑魚敵を一周。マジで、早くムキネコちゃん倒してくれないとお金が。お、ようやく1体目撃破。おしおし、このまま早く2体目倒してムートとガオを生産したいところ。トゲちゃんいけ。お、さすが超火力。おっしゃ、ムート3生産でこっから一気に反撃モードじゃ。流れが変わってきたな。あとはガオさんも生産できればかなり安定するわね。ですな、てかニャンピューターいらなかった。生産しないキャラもいるしな。ミスったぜ。お、攻撃キャラ増えたのでボス撃破スピードも速くなってきました。やっぱ猫ムートさん、強すぎる。ガチャゲンより普通に使えるという。おっしゃ、ムキネコちゃん残りみたい。まあまた出てくるだろうが。でもこのペースならお城に着くのも時間の問題。ニャンコ砲発射。さあラストスパート、一気に攻め込むぞ。前回あんなに苦戦したのに、今回は余裕持って戦えてるわね。虫ニャンコ軍団、強くなったな。ここでムキネコちゃん一体追加。最後の悪あがきといったところか。でも無駄だ、すぐに撃破。結局ここまでガオさん一度も生産できてないという。お、お城に着いたとこでようやくガオさん生産するお金が。今更感が半端ないですが、かっこいいので一応出しときます。って言ってたら終了。まあクリアできたからオッケーってことで。それではお次はガチャのお時間。やはり、どうしても黒獣ガオをゲットしたいということで。前回も引いた5周年の選抜ガチャ、終了前にもう一回だけ運試し。再び登場。はい、各ガチャの人気第1位が一体確定。その中に黒獣が多いも、持ってるのも多いのですが、他にはアフロさん、猫マシンが狙いです。ちなみに前回は3回引いて、確定以外は超激レアゼロ。確定枠は初ゲットの真田さん2体と、かぶりのサンディアちゃんでした。今回もかぶる可能性の方が高いが、まあこんなチャンスめったに来ないので引いちゃいました。ちなみにピックアップの10体中、7体はすでに持ってます。せめてアフロちゃんか猫マシンでも出てくれ。お、天武ちゃんは嬉しいぞ。はぁ、出たー。夢じゃないよな。夢じゃないぞー。主、ついに引きました。まさかの、確定前でガオとは。これまで極猫さえ毎回引いても出ず、やっと報われたぞー。はい、もはや残りは何が出てもいいですが、確定もあるので一応見ていきましょう。もう最後はかぶりでも何でもいいです。ここでアフロか猫マシンまで来たら、逆に怖いわ。はい、これで確定前最後。まあさすがにもう来ないわよね。ラスト確定枠、もう何が出ても文句言いません。猫マシン来たー。マジかー。主は寿司ぬんじゃないか？マジで運使い果たして死にそう。ということで、にゃんこ初めて以来、最高のガチャとなりました。早速ガオはレベル上げて大狂乱などで使ってみますので、また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。